みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。です。コップです。イエちゃんです。イエちゃんです。せーの、イエーイ。はい、今日はですね、ひすいちゃんの持ち込み企画でございます。イエーイ。ひすいがいつも以上にニヤニヤしているけどもな。どうしたのひーちゃん。はい、ひーちゃんはお小遣いで何やら物を買ってきました。それをどうやら何開封したい。開封していく。開封して、開封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 していく動画ね。はい、というわけでひすいちゃん持ち込み企画、ひすいちゃんがお小遣いで買ったあるものを開封していく動画でございます。イエーイ。それを見学するアチビーズとミナコっていうことかな。はい、じゃあ開けていきましょう。どういったものを、開け買ったのかな。BT21 の、ヒスイが大好きな BTS のグッズだ。というわけでひすいちゃんが購入してきた、はい、買ってきた、買ってきた BTS のグッズを、BTS、グッズ買ってるのね。グッズとジミンさんと、J-HOPE と、ナムさんと、ジンくんと、スガと、テテと、完全にカンニングだよね。っていうことはだよ、これはもしかしたらかぶっちゃって推しが出ない可能性もあるっていうことだよね。そうだよね。今まで結構さ、シークレットのこういうグッズは買ってるけど推しが出なかったパターンもあるんでしょ。だから今回は推しが出るのか。結局ヒスイの推しって誰なの。クッキーとチミ、チミちゃん。というわけでヒスイの推しはこのウサギちゃんのクッキーとこのワンちゃんのようなね、チミちゃんが二推しらしいですね。一推し二推しなんだって。というわけでこのちゃんと推しが出るのかどうか。じゃあ、待って、どっちからあげていくの。クリップから行く。クリップから行く。じゃあ一旦こちらのアクリルキーホルダーの方は避けておきましょう。さあ、はい、そこから開けるのね。ミミィちゃんがいい。ミミィちゃんが開けます。はい、一つ目。さあ、運命の瞬間。ここ3、2、もっと前。誰？お、テテ。タタが当たりました。かわいい。かわいい。これはこうやってクリップになってる。看板みたいだと思う。かわいい。看板みたいじゃない、ね、はい、次いきます。チミちゃん開けます。はい、タラ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 。次誰かな。ジミンちゃん。はい、行きます。ジミンちゃん。誰？ジミンちゃん。あら、一押し出ましたね。やった。すごいじゃん。次行く？じゃあ次行きましょう。次はママ。
次はママ。はい。三つ目いきましょう。いきます。はい。おお。オールが出た。みんながいる。オール。オール。オールって何？みんながいるのをオールっていうのね。そもそも BTS は7人いるんだよね、うん、さあさあさあコンプリートできるのか。今のところかぶりなし、かぶりなしだね。ジミンちゃん、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 ありがとう。ジミンちゃん、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 翡翠の二押しのありがとうマンネライン、この3人をマンネラインって言うんでしょ。うん、そう。ミラも最近学習してきたよ、もう。いや、あのね、私ぐらいになるとね、ハマりだしちゃう。ハマるまでちょっと躊躇するんだけど、みんなはさ、最初さ、うん、いや、ハマんないよとか言ってたけどさ、ヒスイとかがさ、だね、めっちゃ動画をさ、みんなに送ったりしてさ、そう、めっちゃ送られてくるの、LINE で。これ見て、これ見て、あれ見て。次、J-HOPE? はい、いきまーす。はい、またジミンちゃん。でもすごいじゃん、やっぱかぶりがあるってことだよ。すごい。またジミンちゃん。ジミンちゃん。またジミンちゃん。コンプリートなるかな。でもオールが出たらもうこんなならないか。だってオールもあって、ジミンちゃんかぶりしてるってことはもう一人出ない。一人出ないんだ。これだと誰か。またかぶってたら、でもオール出てるからとりあえずみんな出てる。そうか、そういうことね。プラシスコ。マジ。行きましょう。はい、次。6枚出てきた。重いもの出てきた。行くよ。はい。おお。マンガ出ました。ユズすごくない？ユズすごい。さっきからだって言ったの歌ってるよ。すごいね、さっきジミンちゃんとってチミヤとったしさ、うん、その後さ、ジーホープってさ、だった次、ゆず、次なんだと思う？またジミンちゃん、また OK。 私、ジンくんが欲しい。あー、ジンくん、ジンくんがいいな。ジンくんがいい。開けまーす。え、でもすごいよ。ね、すごい。すごいよ。だってさ、ゆずジンくんか、テテが出ないってことだ。あ、ジンくんか、違うよ。テテが出てる。テテ出てるもん。テテはいるから。ユンギか。ユンギがいたよ。そうそう。これユンギ？うん。ユンギ？え、ジンくんいないの？うん、ジンくん。じゃあ、ヒスイは。あ、じゃあ、オールで。オール？もう一個オール？うん。オール、オール。オール。さあ、来い。いきます。はい。おー、ナムさん、ナムさん、ナムさん、カブリさっき、ナムさんって言ったよ。おー、すごいじゃん。言ったね。クリップの結果は、クリップの結果はこちらです。ミスちゃん、どうでしたか？いやー、いい引きだった。いい引きだった。何が一番嬉しかった？これとこの2つ。あ、オールと推しね。かぶったのもらおうかな。ちみちゃんとこれをみんなに差し上げます。わーい、ありがとうございます。ココもココもね。ココもね、はい、じゃあ後でいただきますわね。
続いてこちらですよ。はい、こちらはアクリルトレーニングアクリルキーホルダー。これも中はシークレット、中は何が入ってるかわかりません。トレーディングアクリルキーホルダーの方も、8個購入いたしましたので開けていきたいと思います。翡翠の願いはどう？8個買ったからオールだけど、オール1個ユンキクッキーとチミちゃんを狙う。あ、狙う。推しを2つ狙って、まあ最高の狙いはなんだけど全員とオールが、まあ、でもこっち出なかったから、うん、シュッキーとアルジェも出てほしい、うん、なるほどね、うん、ユンキー。じゃあ行きます。ユンキー、はい、行きましょう。行きましょう。紙で行きます。はい、おーちみちゃんだ。ちみちゃん顔見えてないってちみちゃん、ちみちゃんはさひすにおしじゃん。え、しかもとても可愛いね。ちょっとなんていうの、なんかバブちゃんね、バブちゃんのひすうん、こやうん、次ゆずちゃんどれ開けたい？小屋どれ開けたい？これさあさあさあドキドキの、はい、じゃあひすいさん、私が開けてあげましょうか。ここで、うん、こう持って、うん、いきますよ。では参りましょう。はい、おー、立ったば。おー、もうこれマンネラインリーチです。これはクォーズっていう。クォーズっていう。クォーズ。クォーズ。レートの匂いしたよ。1995年生まれの2人だから。そうなんだ。レントの匂いしたよ。一押し。レントの一番好きな人。はい、じゃあコッコどれにすんの？これ。これ開けるよ。開けていい？よっ。ねえ、ジンくん。次、ジンくん？うん、ジンくん。ジンくん。翡翠の予想は？次は、マン。マン？マン。あー、ジェイホープ？ジンくんがいい、ジンくん。はい、いきます。ジンダメよ、みちゃん。ダメよ、ダメよ。いきますよ。もう私ちょっと分かったぞ。いきますよ。はい。お、わあ。さっきは出なかったユンギ。ユンギ。これ。これはライムにあげるか。これはライムの。イオシ。ライムの一押しです。ね。ここは小雪。次どれがいい？小雪次どれがいいだって。これ。これ。はい。あげます。はい。硬いんだ。頑丈ですね。やっぱあれかな、かシークレットだと見て買う人もいるからってこと？いきます。 3,2,1 はい、おー、さっき出なかったの、ジンくん。もさっき出なかったから、さっき出なかったから、よかった、ジンくん。お、今のところかぶりなしだよね。すごい。次のどれがいい？これがいい？開けていいですか？え、すごくない？かぶってないよ、今のところ、ね、そんなことある？マジ？いけるの？シフィの匂いがいい。はい、いきますよ。じゃあ、いきます。3、2、1はい。おおすごい。かぶりがない。かぶってない、かぶってない、かぶってない。マジ？さっきさ、ジュズがさ、これって言ったよ、うん、うん、ね。ほら、今のところこのメンバーがいます。1,2,3,4,5,7人中5人が集まってんだよ。うん、すごい、すごいね。どれがいい？次、次は、真ん中。真ん中、真ん中、真ん中。
ドキドキするね。じゃあ行きますよ。はい。では3、2、1、はい。お、みんな。すごすぎない？みんなすごくない？みんな、え、だってこれ多分ほら、このハテナがオールでしょ。え、すごすぎない？でもこれもオール。え、すごいすごい。どっちがいい？どっちがいい？さあ、どうなるんでしょうか。どうなるんでしょうか。さあ、行きましょう。いくよ。え、顔出ちゃった。いきますよ、せーの、はい。あ、どうすんの。見えちゃった、どうしよう。見えちゃった、どうしよう。え、これコンプリートまでリーチだよ。ねね、すごい。コンプリートまで今のところこんな感じです。そして次コンプリートまであとマンだけ、この子マンだけ、この子が出ればコンプリート。あ、これ、ヒセどうすんの。どうしよう。ね、ドキドキする。はい、じゃあ最後のやつは、最後のやつはヒスイが開けて、ヒスイが見せてください。はい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 、どうなるどうなるどうなる。この開封系の動画持ってるんだよね。なんかでも前そう全員揃ったもんね。ポストカードのポストカードを全員やっとった。すごいよね、持ってるな本当に。さあ、というわけでこの持ってる女、次もまたなんかやらかすと思います。はい、というわけで皆さん